メラマンの今野です。はい、こんにちは、キャメロットヒルズカメラマンの柳です。はい、今日はですね、まあ、見て分かる通りキャメロットヒルズ以外のところに今日はいます。実はですね、撮影でロケーション撮影というのがございまして、今回はロケーション撮影第1弾の富士見市の難波田城に来ております。はい、ロケーションをいろいろご紹介できればと思います。ちょっとあいにくのお天気なんですが、はい、頑張って説明していきたいと思いますのでお願いします。じゃあですね、こちらです本日ご紹介します難波田城ですね。かなり敷地が広くなっております。今現在地ここなんですが、ここら辺がまあ、古民家ゾーンというところで、まあ、古い建物があったりします。あとは奥の方にちょっと広いこうお城の跡みたいなところがありまして、まあ、そちらもかなり自然いっぱいで撮影できるスポットになるので、今日は2部制で、はい、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。では早速いきます。ちょっとざわざわしてます。風が強いですね。今日はあの実際に撮影した写真も途中途中で出しながらご紹介していきたいと思うので、こちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。誰か人がいます。おー、すごい。結構広いですね。はい、ちょっと点々といろんな人いるんですけれども、はい、ではまずあそこのカメラマンの方に行ってみましょうか。こんにちは。ロケ場所の一つ目をご案内します。はい、はい、こちらはですね、旧大沢家住宅といいまして、古民家ですね、丸々一軒があの古民家として残っています。こちらの撮影スポットは岩があります、はい、そちらをぜひご覧ください。はい、ちょっと雨降ってきちゃいましたけど。こんな感じでお二人にはこの辺りにこう傘を持って立っていただいたりして、あちらの手前にあった門と、あとはこっちの奥行きがある庭園を写して撮影するのがポイントでございます。実際に撮影した写真をどうぞ。で、まあ、ちょっとしっとりとした雰囲気で撮影するのがおすすめとなっております。はい、ではここのポイントは以上になりますので、続いてあっち側に行きます。レッツゴー。ちょっと降ってきちゃいました。はい、到着しました。こちらがですね、実は室内に入れる建物となっておりますので、お足元に十分気をつけて入っていきたいと思います。はい、お邪魔します。はい、ではこちら入ってきました新しい人物です。こんにちは。こちら土間なんですけど、今日はあいにくの雨なんですけども、今日は実際火がついてる状態です。はい、あったかいです。私はこの香り好きです。懐かしい匂いがしますね。はい、いい感じです。まあ、ここででも撮影はねあんまりしないかなとは思うんですが、実は反対側にくるっと振り向いていただきますとですね、じゃじゃーん、畳があります。はい、まあここはどんな感じで撮影できますか。こちらはこちらがですね、今はちょっとロープが張ってあるんですが、普段は奥に上がって実際に正座をしてですね撮影することができます。また置物を落とした状態でしっかりとした型をここでも撮ることができますね。とてもいいスポットになっています。はい、ありがとうございます。はい、こんな感じであのお外のロケーションだけではないので、室内のこうちょっとしっかりとした型を撮ったりとかっていうお写真ももちろん撮影ができますので、ぜひそういったお写真も楽しみにしててください。はい、ではまた次の場所に向かいましょう。
こっちかな。はい、では続いてお外に来ました。こちら側に行きたいと思います。はい、凛々しい方が立っておりますね。はい、実はあそこも撮影スポットになるのでちょっと聞いてみましょうかね。ここはどんな感じで撮影しますか？はい、ここはですね、マット、それから瓦、空吹き屋根、この道ですね、これと左側の緑を入れた、ちょっとですね、散歩しながら歩いてるような感じでですね、撮るとですね、なかなかあの風情のある、和装の写真が撮れますので、ぜひここでも撮ってください。はい、お願いします。実際の写真が実はここにもあるのでちょっとご覧ください。はい、やっぱ奥行きが出ていいですね。はい、ではですね、もう一箇所、はい、向こう側に特別なスポットがあるのでご案内します。あの木です。この木、何の木だか分かりますか？桜です。実は、まあ、今ちょっと7月なので緑がすごくいっぱいって感じなんですが、3月4月頃になりますとですね、桜がぶわっと咲きます。なのでちょっとここの下に立って上の桜を入れながらいい感じに撮影ができます。こちらもちょっと実際の写真を出したいと思います。どうぞ。はい、素敵ですね。こんな感じで、はい、明るい雰囲気で桜を入れながらお写真撮ることがポイントになってます。まあ、夏でもこんな感じで緑がいっぱいなので、ちょっと木陰の下でお二人一緒にみたいなお写真も撮ってもいいと思います。はい、以上でございます。はい、ということで古民家ゾーンはこちらで以上でございます。いろいろ分かりましたかね？もし楽しんでいただけましたらグッドボタンと、また次回ボリューム2がありますのでチャンネル登録をお願いします。それでは第2弾行ってきます。せーの。